テファニー・ブラウントラフトンは、アメリカ合衆国の陸上競技選手。2008年北京オリンピックの金メダリストである。カリフォルニア州、サンルイス・オビスポ出身。ブラウントラフトンは、4歳の時に見た、ロサンゼルスオリンピックの体操女子個人総合で、金メダルを獲得したメアリー・ルー・レットンの演技に、感化されたと話している。 子供の頃からいくつものスポーツを経験。最終的には陸上競技とバスケットボールの2競技の選手となる。高校時代には円盤投げと砲丸投げの選手として活躍。1996年には砲丸投げでカリフォルニア州の高校チャンピオンに輝いている。1997年は2位となったものの、 1998年には、円盤投げで優勝を果たす。陸上に加え、バスケットボールでも優秀な選手であったため、両競技で、奨学金を得て、カリフォルニア州立、ポリテクニック大学に進学。しかし、大学進学後、膝の怪我のためバスケットボールを諦め、陸上競技にのみ集中することとなる。1999年から2003年までの間、 砲丸投げと円盤投げで6度 NCWA オールアメリカンに輝いている。2004年アテネオリンピックの代表選考には砲丸投げと円盤投げの2種目にエントリー。円盤投げで自己ベストを3メートル近く更新する61立方メートル4で標準記録を突破しオリンピック代表の座を射止めた。しかしアテネでは予選で 自己ベストの 61m92 ほど遠い 58m54 で全体の22位となり決勝に進むことはできなかった。ブラウンイコールトラフトンは2004年以降ベスト記録が更新できないでいたが2008年3月以降数度に渡りベストを更新。北京オリンピックまでに 66m17 まで自己ベストを伸ばしていた。北京では 今シーズン世界2位であること、今シーズンで4メートルも自己ベストを伸ばしていることからメダル獲得の期待が高まっていた。8月18日の決勝では1投目で64メートル74をマーク。2投目、3投目はネットに引っ掛け、4投目以降も記録は伸びなかったものの、他の選手の記録も伸びてこず、結局1投目の記録が決勝の記録となり、 世界選手権他大きな大会でも優勝したことのないままオリンピックチャンピオンに輝いた。ありがとうございます。